アイテム番号 SCP-569。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル現在 SCP-569 は生物科学研究サイト66に収容されています。収容されている SCP-569 の個体は、研究下でない時は1立方メートルの鋼鉄製の枠箱で密閉され、氷水浴槽に浸されることになっています。もし収容が破られたなら、攻撃的な個体はエアロゾル化させた液体窒素を使用することで無効化されることになっています。無抵抗の個体は収納枠箱に集められ、再び収容されます。SCP-569 によって負傷した人員は、場合によっては影響を受けた表皮の切除による治療が行われます。ひどく影響を受けた人員は解雇されます。興奮した SCP-569 によって生産された物質は、粉にされ、サイト建設に利用されることになっています。説明 SCP-569 は生きていて、身体から離され、浮いているように見える、46の人間の頭部の集合です。すべての個体は同一であり、40代後半のハゲた男性のようです。分析により、SCP-569 は白甲賀大理石から彫刻されていることが判明しました。他に異常な材料は存在しません。SCP-569 は通常平均10メートルくらいの高さを散漫的に集まり当てもなく浮かびます。それぞれ、はっきりとした喜びから相当な苦悩まで、個体たちはそれぞれ同一の表情にランダムに変化します。表情には明白な喜びから深刻な苦悩まであります。変化に対するパターンや明確な理由は見つけられないかもしれません。それらは単なるランダムであると仮定されています。さらに、SCP-569 は温度の際に反応を見せます。摂氏4度以下では不活性となります。興奮状態の SCP-569 の個体、壁に向かって材料を発射している。もし SCP-569 が人間に襲われるか、その視界に突然移動し向かってくるものを知覚するか、または突然大きな音がすぐ近くでした場合、影響を受けた個体は興奮状態に変形し、攻撃や音の原因を破壊しようとします。この変形によりその個体は次第に薄れ人間の頭蓋骨の形になり、目標の方向に向かってカラフルな材料スプレーを発射します。この材料は急速に固まり有色大理石になり、目標を重く、とんがったからで覆います。SCP-569 から生産された大理石は、SCP-569 を構成する白甲賀大理石と科学的に類似していますが、様々な色を出すために単純な色素が含まれています。さらに色のついた部分は、大理石の固形板と融合しています。継ぎ目、割れ目、あるいはそれらに類似する構造欠陥は定着後存在しません。SCP-569 は目標が完全に包み込まれるまで、この材料を目標に発射し続け、材料は目標の表面に分子レベルで融合します。この時点で個体は穏やかな集団に戻り、あてもなく浮くことを再開します。ほい、クロステスト細菌の開発のため、SCP-2860 とのクロステストを行う提案は保有されています。